さあ続いてはですねジュニアチームも今日演技をしましたね。本当にこれがね可愛いんですね、はい、まあ、あの高校生大学生一般社会人もいいんですが、はい、このジュニアの人たちもとっても可愛いんです。その演技ご覧いただきましょう。私はいつもですね、この小さいお子さんたちを見ちゃうとですね、いつもね、もうね、自然に顔がほころんじゃうんです ね、 そのぐらいも楽しいですね。今あの全国でやはりあの小さいお子さんたちがですね、こういうあのなかなかスポーツに触れる機会が少なくてですね、あの決まったような形になってきているので、こういう新しいチアリティングもですね、あの取り入れていただいたり、参加していただいて、やっていただくというのもいいんじゃないかなと思いますね。やっぱりチアリーディングに必要なチームワークとか、はい、そういう精神がね、こう小さい頃から続いているという、ね、あのチアリーディングというのはですね、アメリカのスポーツなんですけども、はい、意外に日本にはですね、昔からあったような、まあ、精神とかそういうものを求めるね、日本向きのスポーツなんじゃないかと思うんですね。そういう意味でこのチャーティングを通して小さなお子さんたちがいろいろなことを学んでくれるといいなというふうに思います。本当に一生懸命なんですよね、はい、浦和のチームも上手なんですよね。どんどんそのトスを入れたり、バスケットトスを入れたり、そうですね、ラミットを作ったりと、はい、あんな小さなお子さんなのにですね、高いあの位置でですね、あのスタンスをやったりですね、するんですよね。しっかりしかしその安全規則を守りながらやってますから、はい、深いと思うんですね。そうですね。まあ、全国でもっともっとこういう小さい、お子さんたちのですね、チアリーダーチームができることを本当に心から望んでおります。そしてこの